カモのソテー。カモのソテー。まあ、慌ててやってるんで、ね、一杯食っちゃったもんね、なくなっちゃうもんね。パンパンに腫れてきちゃったね、いいね。そう。で、これを。で。おニンニクは何方は？はい、ニンニクっていうか、うん、塩、コショウに。あー、これアップルが、うん、で、今からまたあれ作るからね。そうそう、ね、うん、で、で、これが肝でね、これで寝かしとこうね。寝かす、うん、余熱で、余熱で、余熱で、うん、若干マスクの歌を。どれぐらい蒸らすのこれで。まあ、ソース作ってる間みたいな感じ。そう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 、本当はね、うん、熱が落ちるまでやるぐらいやってもいいんだけど、うん、もうみんな、待てんだから。あの、もう出てるから。それと、四つだから一つ持ってて。はい。で、ソースは、ソースは今のやつ。何その、こすやつは。これこすやつ。おー、こすやつじゃなくね、うん、ゴミ捨てるやつ。ああ、ごめんごめん。あ、それを使うわけね。そうそう。ああ、そかそか。これがね、結構使えて。へー。それ、すりおろしリンゴ。はい、すりおろしリンゴ。すりおろしたの、さっき。ああ、自分、あ、すりおろした。入ってないじゃん。入ってない。そういうもんかな。大丈夫。酔っ払ったんだ。あの、胸がやっとね。で、で、入れて、吸って、汁出して、手間かかっとんね。どうだろうな、リンゴの6分の1ぐらいしか入れてないよね、これ。で、これに、うん、バルサミコ酢ね。うん、大さじ2。これだけ。うーん、ね、フライパンでどうのこうのじゃなくて、それでソースはソースで作っちゃうんだ、うん、これもね、手軽でいいね。うん、あのネットで、あのこういうジビエの料理をしている人の、うん、レシピを、あ、ほんと、うん、それもサラダで真似させてもらった。サラダに簡単ですね。うん、これだけいいね、うん、うまい、簡単で。そうそうそう、ほんと合うんだよね。ちょっと待ってましょうね。うん、はい、しばらく。